すいません、石原明ですと。石原明の経営のヒントプラス、最近遠い火山の島が海底火山が噴火してかなり大変と同時に地球に対する考え方が変わってくるんじゃないかと思いますが、今回の質問をお届けします。今日はですね、経営のヒントプラス586回目、短期間で投資で儲かった人ほど最後は資産がなくなってしまうという話を聞きます。なぜ最終的には悲惨な状況になる場合が多いのでしょうか。私が知ってる限り大体全員結構ね、悲惨な結末、まあ、1個目がですね、特に最近1年以内に投資で儲かった人、具体的に言うとコロナショックの時に、3月の第1週目ぐらいアメリカでサーキットブレーカーとか初めて発動して株の暴落が止まらなくて、まあ、売買ができなくなったリーマンショック以来のショックが出ていて、 でもその後ずっと不況が来ると思われてたんですけど、数ヶ月後にいきなり V 字回復しちゃったと。であれはお金をどん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 政府に配りまくったというようなことで、お金がジャブジャブ余ってるんで株に行ったっていうだけだと思うんですけど、マイナス 30%、40%、50% 下がったところから V 字回復しちゃって、そのぐらいの時になんとなく投資をやれば誰でも投資さえやっていれば儲かってるんです。今はこれを自分の投資の実力以上の利益なのに自分は能力があると思った人、あとはちょっと2018年ぐらい最初の仮想通貨のブームのコインチェックでなんかハッキングされるちょっと前ぐらいですか、ビットコイン以外にもなんとかエイダコインとかいろいろあったじゃないですか。あれで普通の主婦とかサラリーマンみたいな方が10万、20万、30万、で最初は全然上がんないからみんな詐欺だって騒いでたのに、気づいたらそれが何億になっちゃって、その時に送り人ってこともね、そういう風になっちゃったから、なんか生きてたんだ。ただ残念ながら彼らは今どこでどうなっちゃってるんでしょう、いない。何々コインで10億儲けたっていうのは、はい、今どこ行っちゃったんでしょう。これ問題かっていうと、はい、儲けることがどうのっていうことではなくて、短期間で利益を出した人が襲ってくる病気っていう話、これが最大の問題なんです。で、ここによってもう人生を棒に振るというか、で、もう一個は現在の仕事がアホらしくなる病っていう病気で、お金を運用して稼ぐっていう意味かと知ってしまうわけです。稼ぐというか、忘れていて、ちょっと見たら、例えばですよ、50万だったらいきなり500万になってるとかあり得るわけです。数日でもあるじゃないですか。そうすると、普通のお勤めの方って年間2000時間ぐらい働いてるわけじゃないですか。それぐらいやって初めて400万なのに、1、2ヶ月ぐらいの給料がたまたま投資でパッと見たら増えちゃって、それぐらいだったらまたいいですよ。はい、ややこしいのが年収分ぐらい投資で増えちゃった、だから仮想通貨で10倍ぐらいまでいっちゃったと最悪で、もう歯止めが効かなくなる。真面目に働くのが無意味で、あとは真面目に働いている会社の同僚とかがバカに見えてくる。その後今勤めてて仮想通貨こんなに儲かるんだから、これ投資を専業にしたらさらに儲かるはず。これが現在の仕事がアホらしくなる病です。経営者の場合は社員を雇って銀行から融資を受けて売上が下がるリスクと戦ってるわけじゃないですか。それがバカらしくなってくるんですよ。会社のせっかく貯めていた内部留保とか融資した資金とか自分の預貯金も全部投資に突っ込んでしまって全部吹っ飛んでます。いわゆる機関投資家って言われてる方たちいるんですよ。プロの人、専任でやってるトレーダーの人たちですら安定して稼げないのに、なんで普通の人が長期的に安定して利益を出せるのかって言っても、彼らは一回そうなっちゃったら、一回利益が出て、だって見た時に500万になったっていう彼の事実がずっと続くと思って、それが2倍ぐらいだったらまあマシなんですよ。これ10倍、20倍になっちゃうのがいけないんですよ。それが万が一その幸運に乗れちゃうと、それが幸運じゃない。なんかその自分は神というか、周りの普通にしてる人たちを見下し始めるんですよ。それでラットレースとかっていう言葉を使い出すんですよ。社畜とかその周りのことを、そういうふうにある意味働くのを下に見始める。でもう一個が金遣いが荒くなる。最終的にはなんか不幸な方に行っちゃうと。これなんでかっていうと、生活レベルを急に上げてしまう。今までの夢を全部叶えようとするみたいになっちゃう。一度生活レベルを上げると戻れない。本来は戻っただけじゃないですか、地獄に落ちたように思っちゃう。なぜかというとみんなに言っちゃってるから。でこういう方って確実にインスタとかでアップしちゃう。周りの人たち見下してるんで、これ、ね、ちょっとね、笑い話でいるんですよ。なので結局その生活を維持しなきゃいけない。全部見えない。だいたいどのパターンかっていうと、翌年も続くと思うんですけど、で全部使っちゃって、だいたい税金でしょうか、借金で首が回らなくなるかっていうのがこちらかな。なのでもうこれ対策としては、入ったうちのどれぐらいしか使わないっていうふうにやっぱするしかないんです。何が問題って、悪いことをしたお金じゃないから一番問題なんですよ。だって止める権利誰もないじゃない。あとは僕思うのは、人間ってお金を使える器っていうのがやっぱあると思っていて、なんで宝くじってだいたい3億じゃないですか。今までそのフリーターだった男の子が3億入っちゃう、やっぱ感覚おかしくなる。あと6
60年大丈夫じゃない、インフレとかをちょっと加味しなければですよって思うはずなのに、もしくはその3億円を S&P500 とかインデックスに入れれば10年で6億になり、20年で12億になるんです、考えるはずなんですけど、そんな人いないですよね。やっぱりめちゃくちゃなお金の使い方をしていて、めちゃくちゃな使い方をした結果後戻りできなくなって、であとはで全部なくなって、でももう家で最後借金してっていうか、これそういう方も多分多い、自分のその扱える器が追いついてない、なのでその事業で積み上げていったっていうのと違うんだろうな。3つ目が最終的に必ず投資の場合はここに行っちゃうんですけど、もっと多くの利益を求めてハイリスクな投資をやってしまう病って最後これに行き着いちゃうんですよ。 S&P500 って結局鳴らしたら 7-8% であって、ある年はダメな年ってマイナスなわけですよ。なので50万が1億になっちゃったら 7% やってられないんです。なんで一度でも投資で大きな利益を短期間で得てしまうと、今の仕事がバカらしくなるのと金遣いも荒くなりますけど、それを満たすためによりハイリスクな投資に挑戦していく、もうこれ 100% ですから。だから仮想通貨をやってる人たちが1億とかを別の仮想通貨とかに入れちゃうんで、彼らは何が悲惨かっていうと、利確した瞬間に半分税金っていうのが分かってないで、次のやつに入れて全部溶かすんで、でも税金残るんで、税金は自己破産できないです。1億って利確したら5000万税金なのに、その1億を次のやつに入れて溶かしても5000万は残ります。であとは例えばよく本屋さんとか行くとあるじゃないですか、50万円を2億円にしたみたいな本とかって、とかもほぼデイトレですよ。そういう本とか読み始め、もしくはそういう FX の塾みたいなのがあるんですけど、塾って言いながら例えばツールの販売ですか。で最近さらに何が立ちが悪いかっていうと、スピリチュアル投資家って知ってます？スピリチュアルの YouTube をやっていて、ファンを囲って、その人たちに情報弱者の人に洗脳させてツールを売っちゃう。どうやって儲けるかっていうと、まずそのツールが高額なんです。しかも FX で取引すればするほど抜けるんですよ、間を、一部手数料みたいな。それで抜いてって全員の貯金がなくなったら、はいさようならでまた新しいお客さんに行くってことで、スピリチュアルであれしてるからクレーム出ない。で彼らはそれで得た投資は固い運用してます。なんで末路は自己破産、しかも精神疾患になっちゃったりする。でも何がきついって、プライドだけは残っちゃう。あとはいい経験をしたっていう記憶だけは残ってるわけ。だから普通の生活がもう一生満足できない。これになっちゃった人いっぱい知ってるんです。ある麻薬と一緒ですよ、振り込みが強すぎるから。この3つの病気なんで、対策としてはいわゆる S&P500 とかに長期積み立て分散で、できれば株だけじゃなくて債券とかリートっていう不動産信託でいくと、まあ現物いわゆる金ですよね、そういうものを4個ぐらいに分散をして、しかもそういうインデックスファンドみたいなやつに、まあ毎月ドルコスト平均法みたいなやつで買っていくっていうのしかないと。そうは言っても、いや私10万円しかないんですってなっちゃうんで、年に 4% から 7% 8% ぐらいは誰が勝つかっていう、時間を30年とか味方にできるなんですけど、でも一番勝てるのはたくさんお金持ってる人なんですよ。100万の 7% と10億の 7% って、7万と7000万じゃないです。僕はいつも言っている、やっぱり事業で成功して会社を売却して、うん、その資金を固いリスクが少ない状態、できれば 4% ぐらい、世界中にいわゆるプライベートバンクって言われてるところいっぱい